皆さんイラストや使ったことありますよね。もちろん、はい、まあすごいお世話になっております。はい、なこさんもジョージじゃない、ジョージ相方がね愛用しております。ね、僕思うんですよ、はい、イラスト屋で表現できないものない。おお、はい、イラスト屋で表現できないものない説。いや、あるでしょ。いや、ないんじゃない。ないか。もうね、素材いっぱいあるんで、いろいろいけるんですよ、表現が。はい。これから、今4人なんですけど、1人回答者で、3人で、そのシチュエーションみたいなのを出すんで、それを何かっていうのを当ててもらうっていう、そういうゲームでございます。はい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 、はい、3人が協力して作るのね。そうです。了解。3人は、1人ずつ素材を1個ずつ追加してって、どこでわかるかっていう。おー、そういう、そういうことか。そういうゲームでございます。砂爪さん回答で、はい、言ってもらっていいですかね。あ、大丈夫ですか。最初私でもだいぶ私沼るけど、当てるぞ頑張って。なるほど、沼る砂爪さんでも回答できるほど沼にハマっちゃういけると思うんでね。じゃあちょっと、あ、そうか、私でもできると、イラスト屋だったら、私でもわかる、はい、お題を七子さんと古子さんに送ります。はい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 、あ、はい、もうこんなん簡単よ、こんな感じで、はい、ということで、この真ん中の天守消しますね、まず。はい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 、はい、はい、じゃあここからね、はい、僕、ナナコさん、フルコンさんの順で置いていきます。ちなみになんですけど、はいはい、あのイラスト屋の規約で、なんだっけな、21個とかを超えると、うん、いろいろあの制限がかかるので、はい、最大で4周までにします、はい、今回は。わかりました。はい、目を超えないようにってことですね。はい、だもし、はい、な、あの3点とかで回答が分かったら、たくさん問題ができます ね、はい、ね、なるほど、そう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 、そんな感じです。了解です、はいはい、じゃあ僕からちょっと置いていきますね。はい、何のお題かを当てればいいわけですね、はい、置いていくので、うん、うん、こんな感じですね。あ、なんか1個目追加しました。チャペル的なやつが映りましたね。まあさすがにここからはちょっと分かんないので、ちょっともう次の一手を打っていただければ、うん、はい、じゃあ七子さん、はい、お願いします。あ、俺行きますか。わかりました。え、でもこれもなんかもう次で分かるような気がするけどな、うん、次で分かってほしいなって思う。だってもうだいぶ、うん、この教会ってもう限定的なシチュエーションしか、いきますよ、はいはい、ない気がするけどな。おお、結婚式。違います。違います。じゃあもうちょっと一個追加して一回回答できるようなシステムでいきますか。了解、はい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 、まあ、もう次で決定的なの言っちゃっていいか。いや、言っちゃってください。はい、婚式場。ああ、うん、これはこのまんまかな。え、ブーケってこと。花束。ああ、それだと違います。違うんですよね、はい、違う。あ、違う。じゃあ次のイラスト僕がいきますね。はい、はい、あ、まあ確かに、ここに行けるけど、ブーケだったらまあそのまま。え、ちょっと待って、あれ、みんな、あのね、ちょっと待って、あの、やめて、私今焦ってる。なぜならこの3人はさすがにそれだと分かっちゃうよって今笑いをしたでしょ。分かってないんですよ。だからやめといて。教会のチャペルがあって、まあ、ブーケトスらしきものがあって、急に多分子どもの日のカーネーション的な、あ、ん、でもこれで母の日 ではないから、ちょっとなんか単語1個で、はい、単語1個で、あ、OK、お答えください。バラ、バラ、違います。違う、違うの、違うな。ちょっと一瞬考えていいですか。はい、やばい、ちょっと今イラスト屋探し中です。今ので分からないとなったら、ちょっとイラスト屋を探さなきゃいけなくなる。僕ももうこれ分かるもんだと思ってた。あ、マジでこれ分かる。え、いや多分分かってると思うんだけど。そうなんだ。ってことは多分いくつか頭の中に思い浮かんでる単語の中に多分正解がある気がする。それがどれかを七子さんの一手で。ちょっと待ってね。いや、こうなるとこうなるしかないな。ちょっとじゃあ行かせていただきますね。はい、ちょっと位置変えてもいいですか。はい、あ、位置変えない方がいい。まあ、あんまりそうね、変えない方がいいから。ち
ペースでんだよ、でもそうなるとな。大胆に使いすぎだね。でかどういうはい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 マスターズが分かんなくなる。いるわいるわ。いやいやいや、こういうこういう感じでさ、えますます分からん。ますます分からんってほしいけどな。ちょっと待って、マジで。はい、まずこれで、はい、逆に思い浮かんでた選択肢が全部なくなったんだけど。スナザメさんで20個使っちゃうよ。そうだよ、やべえよ。そうだよ、20個使う。そのさっきの武雄くんのこの子供っぽいやつでもうだいぶクリティカルだったんでしょ。でこれで分かったと思いきや、七子さんのでだいぶまた迷子になってきたかな。母親。違います。違う。だ俺ちょっともう禁断のやつ言っていい？やべえ、はい、禁断のやついきます。はい、はい、やばい、ごめん、もうダメ。禁断のやつ。禁断だね。もうこれ一個でいいよ。これはもうあのもうこれ一個でいいから全部消していくと。ブーケトス。正解。正解。よかったよかったよかった。無駄じゃん、これまでの全部が。俺もブーケトスで一回原作者出てきてさ、これは何だろうと思ったよ。そう。あ、そういうことね。はい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 。そうそうそう、行かなきゃ。確かにフィニッシャーだね、だいぶね。そう、フィニッシャー。ブーケトスの画像だからね。まんまだからね。わかるでしょ、スタッフさん、これ見て。いや、あの、ナナコさん、それ何、そのダンスの4人に。いやいやいや、ブーケトス、ね、受け取ろうとするたくさんの女子たちがさ、あとわかるかなと思って。この後ろの影の4人だよ。この4人が踊ってたわけね。受け取った子がいておめでとうよ。急に出し物始まったからびっくりした。あー、ごめんしたろ。こっちのが分かりやすかったかな。こっちにすればよかったかな。悩んだんだよ。どっち？いやいや、同じだよ。これもダメ。何も前に進めないじゃん。悩んだんだよな。前に進めないよ、それ。それで動画内の点数が増えるのよ。しまった。今何個使ったっけな。1,2,3,4,5,6,7点。よし、じゃあ次の問題はいけそうだ。はい、14点、ね、残り、はい、じゃあ次ナナコさんが回答で。あ、オッケー、はい、はい、俺も1,2,5で決めますんで、まあ、こんな感じでね出していくんで。はい、はい、です、はい、じゃあ僕がお題送りますね。おお、わかりました。はい、うん、はい、ああなるほどね。はいはいはい、はい、じゃあこれで作っていきますか。じゃあ今度は砂ザメさんからいきますか。はい、いいっすね。はいはいはい、であれば、あ、じゃあ今回はちょっと連携プレイをやろう。連携プレイ、はいはい、連携プレイとして、ね、うん、大丈夫、みんな失笑じゃない、大丈夫、古本さんと竹尾くん失笑してるね今、なんかだいぶ。いや、いいんじゃないですか。あ、じゃあちょっと位置も重要だから、位置ちょっと整える、うん、そうね、位置も、位置はまあ一旦ここら辺で、いや、もう、ここら辺か、はい、後ろ国参り、違います、違います、まあまあどこ、まあまあ、はい、まあいいですけどね。まあいいですよ、うん、いや、これはパスですね。パスパス、これをどう料理するか。じゃあ行きます。はい、次で決めてください。はい、任せて。おお、回転できるっけこれ。できるはず、できる、あ、これだこれだ。パワポでできることは大体できます。優秀やな。ちょっとレイヤーも、はい、レイヤーの上下もじゃないですか。あー、分かった、バンジージャンプ。おお、正解。素晴らしい。素晴らしい。わかりました。縄ね、いやだから初め新体操かなと思ったんだけど、いやだから縄スタートがわけわかんねえなと思ったんですけど、バンジージャンプね。了解です、了解です。いや、いいパスだったでしょう。フルニキが、フルニキがこれはちょっと素晴らしい。そうね。素晴らしかったです。逆立ちのイラストでね。2枚でいけた。今9枚です。古本さんを試してみた、今ちょっと。
これはどう料理するのかな君は。俺ちょっとだって準備でそのロープの画像出してたから笑っちゃったそうなんなら俺ロープ行くかって思っちゃったわけ。あ、そうなんだ。そうそう、なるほど、ね、同じ画像を検索してたから。ちなみにバンジーもあった。バンジーとしてでもバンジージャンプもまんまのやつがあったね。まんまのやつがそうね、さすがよ、なんでもあるよ。なんでも表現できる説が立証されちゃうな、うん、このままだと。全部俺が回答だったら2個で終わらせちゃうのに。いやいや、 あのブーケは難しいよ。知らないとブーケトスは絶対。ブーケはいけるって絶対。いや、わかんないよ、途中であんなダンスが加わっちゃったらもう無理だよ。じゃあちょっと次のお題いきますか。はい、次は誰だ、古い機械とか。そうだね、わかりました。はい、ほー、はい、なるほど、了解しました。はい、はい、これはちょっと一手目出したい、これ出したいな。同じものを考えてる気がする。うん、同じもの出しそうな気がする。1点目に。じゃあ、でも、タクさん1個質問がありまして、はい、結構もうあの直なやつはできるだけ回避で。あ、オッケーです、わかりました、うん、そういうことですね、了解です、うん、ちょっといい温度感のやつを七子さんやろう。じゃあ、はい、七子さんから。あ、俺からですか。え、俺からだったら多分、うん、須田サメさんと同じこと考えたと思うよ。あれから行きたいよね。どうかな、ちょっと同じやつ来るかな。どうだろう、ななこさんはあれの、あの画像を選んでるのかな。なんならこれでもういきなりニキビはバンっていってほしいな。ほう、じゃあ行きますよ。はい、答える方むずいよ意外と。いやでもまあこれでカツ丼なわけはないから。いや、これでもいきなりバーって言ってほしいよ、俺からすると。うっせえ、カツ、それは本当お題知ってるものしか言えないって。俺からそのカツ丼としか回答できない。いや、もう俺センターに置くよ、はっきり言って。うん、センター、まあ、確かに。それはまあ選んじゃうわ、やっぱり。いや、2期の想像力ならこっからいける、マジで。カツ丼からの、カツ、いきなりいける。もう1点で言ってくれ、2期。あ、PUBG。 違います。違うか、はい、じゃあ砂ざめさん、じゃあ次決めちゃってくださいよ。ストーンからの、ちょっと待ってね、いやでもね、ニキでも多分自分でやるならもう多分カツ丼からになるんですよ。そうそう、あのね、うん、カツ丼はみんな1手目に出すわ。あ、そうなんや。2手で決めたい。いや、2手で探してる画像がないんだよな、ちょっとね。バーディーで行きたい、バーディーで。バーディーで行きたいんだけど。スリーパーの方が、ね、結構難しい方で。そうだ、初手、須田空さんがダブルボギーとかやってるから。ああ、そうやな。みんな4パーやったからな。じゃあちょっと違うやつにするか。うん、全然違う。僕がフィニッシャーもできるんで。おっ、そうね。フィニッシャー。カツ丼関連で連想を広げてるけど。まあ、おにぎりがパーで決めてる。カツ丼。じゃあ、まあちょっとね、フィニッシュはちょっと後でみんなで決めてほしい。いや、それ何も進展しないんやけど、俺の中。思ったよりも情報量少なかったな、これ。あ、マジで。これ多分右クリで再配面に移動とかできると思う。はい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 、これちょっと情報量少ないですね。情報量少ないか。の上に置いただけ。いや違う違う、これを重要重要、この机の上に置くっていうのがまた。そうやな。で、この後に、はいはいはい、いいパスなんだよこれが、はいはいはい、どうですか古川さん、探してるやつがなかったんだよな。孤独のグルメ。あー、違います。違います。でもね、僕もうね、砂沢さんが出そうとしてるものを用意してるんですよ。あ、マジで。お、はい、お、スバラ出します、それを。はい、これじゃないですか。いや、それよ、それ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 は見つかんなかった。それ見つかんなかったんだよね。それです。え、どれで言えばいいかな。取り調べ正解。ナイスパン、ナイスパンです。ナイスパン、ナイスパン。いや、そう、電気スタンド言ってほしかったんだよな。電気スタンドって調べればいいのか。そう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 。電気スタンド逆に何で。いや、だからライトとかだと出てこなくて、ライトね、そう、うん、はいはい、そう、いや、スタンドで一発でいけたと思うな、ニキな。
スタンだったらいけたね、これは。その2点はフィニッシャーやわ、完全に。おぉ。活動でしょ、なんなら活動一発目でいけてもおかしくないでしょ。いけねえよ。そうか、でも、あんちゃんいけたな、確かにな。ちなみに、古子さん、懐中電灯だったらいけてた、ノイズになってた、どう懐中電灯ノイズだな。ノイズになりそうやな。最悪懐中電灯出そうかなって思っちゃったんだけど、ダメだ、迷子になりそうと思ってね。なんか机もね、もうちょっとオフィスにありそうな机だったらね、それ完全にサザエさん家にあるよって。家庭みたいなね、机だとね。そうだね。今、かつなんか今机探してる時にさ、うん、なんかもうちょっと1点使っちゃって申し訳ないんだけど、これが出ちゃって笑っちゃってさ、ちょっと思わず、なんか。それね、机探してる時にあーっていう。ちょっと笑っちゃったわ。こんなのがいたわ、うん、こんなの、こんなのあるんだイラストやと思っちゃって。コンピューター使うペンギンってやつなんだけど、どういうシチュエーションで使うんだよと思って。いや、ペンギンでもね、コンピューターぐらい使うよ。使わんわそんな。じゃあ次なんですけど、僕ちょっと答える側やりたいんで、ちょっと3人でなんかお題考えてもらっていいですか、はい、うん、同じような感じで結構細かいのでお大丈夫です。じゃあちょっと他局一瞬ミュートにスピーカーで呼び出してもらっていいですか。あれで呼び出してください。じゃあこちらで呼び出します、私が。はい、じゃあスピーカーミュートします。はい、ということで今スピーカーミュートしてます。何が来るんでしょうかね。まあイラスト屋だったらね、何でも割といけると思うんで、何が来ても僕は回答できる自信があります。今までブーケトス、バンジージャンプ、取り調べときて、結構その割と細かいと思うんですよね、シチュエーション的には。こんな感じの方向性でお題出していただけると助かるんですが、どうでしょうか。今お題を待っております。そう、今送りました。はい、よし、よし、来ました。これはね、いけると思いますよ。もう、なんでいけんじゃないか、これは。これは、うん、2手で硬い。いや、2手むずいでしょう。2手むずいか。2手はもう完全にすごいやつです。3手でパーじゃないですか。3手でパー。2手バーディー、うん、1手ホールインワンで。そうですね。でも2手もあるよ、全然。2手もあり得る、あり得る。ほう。じゃあお題、お題出してくれたら7個からいきます。じゃあ俺からいきましょうか。はい、うん、鬼貴も初手何選ぶかちょっとドキドキするな。いや、じゃあいきますよ。はいはい。おお。はい、はい、スイカゲーム。ホールインワン。思考も読まれてるこれ。ドラボさん、果物何出すんだろうと思ったらスイカ出てたからさ。いや、メロンだったか、メロンが先だったか。スイカできたなっていう。頭の中ではいろんな果物があって面白いを想像したんだけど。これフィニッシャーだったな。フィニッシャーできたね。俺この辺ちょっと遠回しに行こうと思ってたのに。あー、アラジンのやつだこれ。プロジェクターのアラジンのプロジェクターね。そう、これのプロジェクターに入ってたアプリのゲームがスイカゲームなんですよ。あ、そうなんだ。このプロジェクターに内蔵されてるアプリがオリジナルなんで、逆にそれ出されてたらもう分かんなくなっていきなりド直球来たから思いついたらめっちゃいいお題だってなったんだけどね。そう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 、せめてメロンとかチェリーとかスイカで。いや、私か、私もこれ出す準備してたよ。この布団っていうのをちょっと準備してて。布団、あ、スイカ柄ってこと。それ、布団、オープンレッグの布団ちゃんから流行ったぞって。いや、逆に混乱するわ。機嫌論争、確かに機嫌論争してたから。俺は俺だけだったけど、ズドンで決めちゃったの。行きましたね。これで何点ぐらい、ちょっと今ちょうど20点ぐらいじゃない。7、2、3、11、12、13、14、15、16、まあまあ16、17点ぐらい。あ、よかった。はい、いや、収まってます、大丈夫です。収まりました。ということで、イラスト屋で表現できないもの内説。
一生完了でございます。あ、まあ、むしろ意図的にちょっと遠回ししたぐらいだからねそうだね、1点目で出たもん全部、なんかすごいわ。そのまんまのがいっぱいあったからな。取り調べも言ってしまえば取り調べあったし、ね、そうそうそう、そのままもあるんだからね。あら、はい、イラスト安すぎと思いました。いっぱい貼って困らせよ。18点目。あ、ちょっと早く締めないと。はい、ということで19点目、あ、取り調べということで、イラストやお題当てゲームです。あ、それもう出てるやつか。あ、よかったよかった、危ねえ。いつもありがとうございます。はい、ありがとうございました。本当にいつもありがとうございます。ありがとうございます、いつも。じゃあ、お疲れ様です。お疲れ様です。